描いた理想はどこまでも純粋で、いつしか心は道に迷って揺れ動く、決められた秩序の中で絡みついた鎖は全て切り裂いて、光とす作るの遅くなって悪かったな、みんな。ちょっと殺風景だけど、我慢してくれよ。大丈夫だよ。みんな一緒だし、寂しくないんじゃないかな。まあ、シャルマンとバーナードあたりは喧嘩してそうだけどな。そうかもね。でも、賑やかでいいじゃない。なんだよ、急に暗い顔して。私の中の女神の力がもっと強ければ、みんな生き返ったのかなって。くだらねえこと考えるなよ。死んだ人間が生き返るなんておかしいだろ。でも、ティアラの時は。あれが女神の力かどうかわかんねえだろ。邪神が滅んだせいかもしれないし、魔人の力だったかもしれねえ。いいんだよ、これで。死んだ奴は生き返らない。
それが当たり前のことだからな。ファング、まあしかし、俺の腹いっぱい食いたいという願いくらいは女神の力で叶えてくれても良さそうなもんだとは常々思うけどな。本当に食べることばっかなんだから。言いながら腹を鳴らしてんじゃねえよ。そういうファングもじゃない。うるせえな。腹が減ったら腹が鳴る、これも当たり前のことなの。おい、行くぞ。バハスに飯作ってもらおう。ねえファング、私たちずっと一緒だよね。当たり前だ。フェンサーと妖精は一心同体。お前が言い出したことだろ。お前は一生俺の下僕なの。主人に忠義を尽くせよ。下僕じゃない、対等の関係。なんでもいいよ。ほら行こうぜ。腹が減って倒れそうだ。もうファングのバカ。